SBS マイホームセンタースットン静岡昔話スットン静岡昔話の時間がやってまいりました案内役の八木陽光ですえさて今日は神奈美町に伝わります日田志郎忠常の妻というお話をお送りいたしますそれではどうぞ 自称4年伊豆の源の頼朝は山木半雁兼高を野襲して討ち取る〉〈この時北条時政と新田忠恒が加わっていた〉 スケ殿旗揚げ成功しましたなおめでとうござるおめでとうござるうんこれもそなたたちのおかげじゃ礼を言うぞもったいないことですス佐殿こうなれば一気に京に上り兵家を討たねばなりませんなニ新田殿一緒に京へ上ろうぞはあ。り頼朝様 このたたつ、ね、今日殿頼朝様に覚えが高のうな北条殿こそいやいや覚えが高い高いハハ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 きぶりでハハハハはハハ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 ハいハハ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 いハハ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  新田四郎忠常は田舎の武将によくある朴突な人であった。山木判官兼高の館は新田からは目と鼻の先であったので勝ち時はすぐに聞こえた。忠常が帰ると祝宴の支度ができていた。ご無事で何よりでした。おめでとうございます。うん。よしこ。 こうなったらどこまでも源の頼朝様にお仕えするが良いなはいあなた様の思い通りにうんそのよう忠恒は久しぶりに熟睡した <laughs> <laughs> まるでクマかイノシシが横にいるようだわ。 翌朝、伊藤助親の一族が、頼朝の挙兵を聞き、冷川峠を越えて、攻め寄せるという知らせが入った。頼朝は、伊豆山神社を頼りに、相模に進むことにした。相模に出て、関東一円の武者たちを味方につけようというのだった。よしこ、よいか。 頼朝様をお守りしてこれより伊豆山へ向かういいなここにいては伊藤の者たちに責められるだけとりあえず三島明神に身を隠せよいなはい忠恒は知っていたよし子が子供の頃から毎月三島明神へ申でていたことを 今日もこうして三島明神様へ参詣できてよかった。ああ、この水はいつもコンコンと湧き出て、神様もさずかしここの水はお喜びでしょうこと。姫、すまぬが私にもその水を飲ませてくれぬか。ああ、あの、申し訳ありません。どうぞ。これはこれは、先に譲ってくださるか。 では先に手を洗わせていただこうかの。あのよりとも様ですよね。いかにも。そなたは。竹倉の富井金光の娘でございます。富井金光の娘か。そうか。うん。覚えよく。また会おうぞ。はい。よりともはこのところ毎朝。 三島明神にもう出ていたよしこも毎朝もう出ていたのでいつしか頼朝と声を交わすことになったのであったある朝だった頼朝がもう先に参詣に来ていたああ姫問金光の姫そなたはどうして毎朝参詣に来る 何か願掛けがあるのかはい、そうです。どのような願掛けかそれは申し上げるわけには参りません。どなたかに申し上げたら、神様は聞き届けてくれませんもの。うーん、そうか。願掛けは他人に話せば聞き届けが失せるか。なるほど。うん、わかった。では、 そなた、歳はいくつかそれも、お答えできませぬ。お答えすれば、嫁にしていただかなければなりませぬ。ははは嫁にはな。うーん。十歳にもなろうか。どうじゃ。とうでは、前髪を下ろしたままです。<laughs> そうであった。<laughs> そうであった。ははは。 頼朝はその後も毎朝三景にやってきたしかもたった一人の三景であったあの頼朝様は北条時政様のところにおあつけのみ何でも都から伊豆に流されたのではここが佐渡退屈でありましょうああ退屈でしかたがない父上から 頼朝様は源氏の御曹司様と聞きましたが、そうですか <laughs> 御曹司<子>か。<laughs> そうだ、御曹司だ。間違いない。では、源氏最高を祈願されているのですね。<laughs> 源氏最高か、うん。それも悪くないな。その時には必ず、 父は長谷さんずると思います。どうぞお声をかけてくださいましまだ前髪をあげたばかりの姫にしてはしっかりとしたことを申すなうんその気になったらな <laughs> <laughs> よしこは頼朝のその高笑いには本心を悟られてはという心が動いていると思った。 にった、いたか。はは<母>ここに。頼むぞ。山木半顔金高は、前々から政子に執着しておってな。このわしが政子をめとるというに。<laughs> よいか。ここは一気に片付けてくれようぞ。はは<母>ところで、ただつね。そちの妻は、とい金光の娘と聞いたが、そうか。はは、その通りで。 そうかあの姫君がな何かなかなか新人深い姫君じゃったが元気かはあ毎朝三島明神にもう出ております今もかいや旗揚げの祈願に三島明神にわしももう出たでなそうかそうか元気か頼朝は 判官兼高を野襲して旗揚げすると箱根山を越え相模に入ったそして石橋山に陣を張ったここで負けては何もかもが灰にきすなに言ったとのああいかにも迎え撃つは三千。数ではかないませぬが勢いというものがこちらにはありますのでそうじゃな勢いはこちらが勝ちじゃで しかしここでは左右に動きが取れず馬も使えませぬなあもう少し先に進みあの川べりまで行って布陣したいところいや新田殿この見晴らしも戦には大事ここからは敵の動きがよーくわかるでななるほどしかし大場、又野川村渋谷 長尾熊谷などの平家型三千騎の軍勢を石橋山で迎え撃ったが惨敗した頼朝は窮地を出して箱根山に逃げ込み木を見て真鶴から船で房総へ渡った負け戦であったとか旦那様はどうしたであろう こうしてはいい。られない早く三島明神に旦那様のご無事を祈らねば吉子は喜上部であった石橋山の戦に惨敗したことを知るとすぐに三島明神に忠恒の無事を祈願したなんとか船に乗り込み暴走に来たが。 ここは千葉常胤殿,殿の心次第どうなるか時政千葉はどう動く今しがた使いを出し助殿に加わるよう申しつけましたで、ね、そうか千葉常胤は一族老頭を引き連れて頼朝の味方についたすると上総広常も大軍を持って駆けつけ 隅田川を渡る頃には関東の武者はすべてと言っていいほどの者たちが掛け参じてきたこれより信濃と会いに行き頼朝様に味方するよう説いて回りまするそうか言ってくれるか母北条時政には考えがあった信濃の国が味方すれば討伐にやってくるであろう平家の軍勢は 東海道にに絞ってやっててやくることになろう。さすればおそらく藤川で対峙することになろうその時には海源寺の泉氏と武田氏に藤川を下ってもらえば必ず平家の軍勢は打てると読んだのだその手配をしておけば大きな発言力を持つはずだった 王上時政の読んだ通りになった。平家軍は藤川を下ってきた武田の軍勢に驚いて飛び立った水鳥の羽を、大軍の襲来と思ったのだ時政このまま京へ上るかいやここは鎌倉へ戻り関東をまとめ上げるが肝心その後に堂々と都へ馬を進めましょうやそうかしかし ここは少なくも大井川か天竜川あたりまで追撃しなるべく平家の軍勢を叩いておくべきかと思いますがうんそれも一理あるなどうかな時政その通りですな新田殿そのお役をそなたが受けたらどうかうん新田言ってくれるかははあ、新田四郎忠常は 平家追撃に出て行っ胃の武者だな時政はこういう時にはなるべく頼朝から武将を話しておき自分の策に頼朝を従わせようと考えていた鎌倉に帰るとすぐに頼朝は雅子を呼んだ